クレック・オデン、クレック・オデン、グレゴーリー・ウェイン・オーディン・ジュニア、1988年1月22日隊は、アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー出身の元バスケットボール選手。ポジションはセンター。ニューヨーク州バッファロー生まれのインディアナ州テレフォートで、育ちで5歳からバスケットを始めた。その後インディアナポリスに転居するが、 そこで後に高校と大学を共に過ごすマイクン・リーと出会った。高校はローレンス・ノース高校に進学。おでんとコンリーをするローレンス・ノース高校はインディアナ州を代表する強豪校となり、2004年から3年連続で同州のタイトルを獲得。彼らが在学中の4年間の戦績は103勝7敗で2006年にはインディアナ州のチームとしては初めて。 USA トゥデイ氏のランキング1位にランクされた。オデン個人は最終学年には22.1得点10.5、リバウンド3.5ブロックのアーベレージを残し、ネイスミス賞を獲得、マクドナルドアメリカンチームに選出され、ゲータレード選出の年間最優秀選手には2年連続で選ばれた。同賞を2年連続で獲得したのは、オデンとレブロン・ジェームスだけであった。 全国区となったおでんの名前は NBA のスカウトらの目に求まり、彼が高校を卒業する2006年の NBA ドラフトの目玉となるはずだったが、この年より高校生によるアーリーエントリーが不可能とったため、おでんはコンリーと共にオハイオ州立大学に進学した。大学でのシーズン序盤は右手首の手術のため6試合を欠場し、復帰後も左手で フリースローを打つなど、万全の状態とは言えなかったが、15.7得点9.6リバウンド3.3ブロックのアベレージを残し、ビッグテンカンファレンスの新人王と年間最優秀、守備選手賞を獲得、AP 通信選出のオールアメリカンファーストチームに、ケビン・デュラトラと共に選ばれた。オデント・デュラントは、同ファーストチームに選ばれた初の1年生となった。 NCAA トーナメントでは16.1得点9.3リバウンド3.5ブロックのアベレージでチームを牽引し決勝まで進出したがフロリダ大学に敗れた2年生には進級せず2007年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした2007年の NBA ドラフトは前年のドラフトで高校から即アーリーエントリーすることが禁じられたこともあり2003年の NBA ドラフト以来の方策の年となった。その中で、おでんは、全評判通り、全体一位指名で、ポートランドトレイルブレイザーズに入団した。ジェールブレイザーズと呼ばれるほど荒んだ状況だった。ブレイザーズは、このオフに、問題の多かった、エースザック・ランドルフをトレードに出し、毎シーズン新人王のブランドンロイラ若手選手を、中心に再建を図ろうとしていた。おでんも、 中心選手として再建の柱となるはずだったが、開幕前の9月に行った検査手術で右膝の軟骨損傷が見つかり、回復に多くの時間を要するを行ったため、2007から08シーズンは全休した。術後の経過は順調と報じられ、そして2008から09シーズンは開幕から先発出場を果たし、いよいよ NBA キャリアをスタートさせた。 11月19日のシカゴブルズ戦は、ブレイザーズのホーム、ローズガーデンアリーナでの初めての試合だったため、客席からは、喝采が送られ、地元ファンのおでんに対する期待の高さがうかがい知れが、しかしおでんはこのシーズンも膝の故障に苦しみ、21試合を欠場。字にダブルダブルを叩き出すなどその才能の片鱗を見せることはあったが、明らかな調整不足で、スタミナがなく、 さらにすぐにファウルトラブルに陥ってしまうため多くの出場時間を得られず、もう一人のセンター、ジョエル・プリジビラの活躍もあって、シーズンが進んでいくごとに次第にフェードアウトしてまい、ルーキーイヤー,ーは平均21.5部の出場で8.9得点7.0リバウンドの成績となった。2007から08シーズンは丸々休んだため、このシーズンのおでんにも新人王の受賞資格があったが、 新人王どころか、オールルーキーチームの先行にも漏れ、全体一位指名のデビューとしては完全な期待外れに終わった。2009から10シーズンでは、開幕から21試合連続で先発出場し、平均23.9分11.1得点8.5リバウンド2.3ブロックと成長が見られたが、12月5日のヒューストンロケッツ戦で、 左膝の室外骨を骨折しまたても、長期離脱、そのまま復帰することなくシーズンを終えた。2010から11シーズンも膝の手術のため、全休することとなった。2011から12シーズンも膝の手術で、復帰のめどが立たず、ついに3月15日に、トレイルブレイザーズから解雇された。2013年8月2日、 マイアミヒートとの2年のミニマム契約に合意し、2014年1月23日のニューオーリンズペリカンズ戦で4シーズンぶりの復帰を果たしたが、相変わらず膝の状態は上向かず23試合の出場に止まり、シーズン終了後に契約を1年残して解雇された。2015年8月12日、クバのチャンスドラゴンズと契約した。2016年10月、 苦難続きの選手生活に区切りをつけ、母校オハイオ州立大学のコーチを務めることが報じられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。